チャールズ・ウォルター・デビスチャールズ・ウォルター・デビスは、イギリス生まれで、オーストラリアで働いた聖職者、動物学者、古生物学者である。バーミンガムで生まれた。親類に、肖像画家のアーサー・デビスらで知られる画家の一族デビス、家とつながりがある。ケンブリッジ大学のモードリン・カレッジに学び、1851年に聖職者になった。 博物学に強い興味を持ち、1862年頃、マンチェスターのクイーンズパーク博物館の学芸員となり、最初の科学論文を書き、人類学会の会員となった。1870年に、オーストラリアのクイーンズランドに移住し、ロックハンプトンの学校の師匠を務め、1880年から1882年の間、雑誌、 クイーンズランダーにセグソーンの筆名で地質学や鳥類学の記事を執筆した。これらの記事の質の高さが認められて、クイーンズランド博物館の学芸員に雇われることになった。1882年から博物館の仕事を始め、1901年から1905年まで館長を務め、退職した後も1912年までコンサルタントとして働いた。古生物学や 動物分類学の分野を専門とし、少ない予算の中で、博物館のコレクションや参考文書を充実させた。1891年に、博物館の起用、ザ・アンルズ・オブ・ザ・クイーンズ・ランド・ミュージアムを創刊し、イギリス領ニューギニア総督を務めた、ウィリアム・マグレガーの論文を掲載した。各国の学術雑誌に、百編を超える著作を行い、五百を超える動物、 生物を記載したクイーンズランド王立協会、イギリス長学会、オーストラリア長学会、オーストラリア王立地理学会など多くの学会の会員も務め、1888年から1889年の間、クイーンズランド王立協会の会長を務め、1901年にオーストラリア長学会の初代副会長に就任した。晩年は、 アボリジニの言語の比較言語学的研究も言った。ヤマシボグモカの種、アーガークテニズディヴァイジーやベラカの魚類の種、スエシクシースディヴァイジーなどに、懸命されている。デビスは、植物の学名で命名者を示す場合に、チャールズ・ウォルター・デビスを示すのに使われる。ありがとうございます。